ベッゼッカの戦いは、広島戦争で行われた戦いの一つで、1866年7月21日に、イタリア王国軍と、オーストリア帝国軍の間で発生した。第三次イタリア独立戦争とも言うべき戦争で、統一の英雄ジュゼッペ・ガリバルディは、正規軍と同等の装備を持ったアルプス両兵軍を、率いて、帝ニ・ヒグレーツの戦いに続こうと北東部を進む。 王国軍主力を補助する形でトレンティの地方へと進軍した。ガリバルディはオーストリア側の要塞や町々のいくつかを占領したが、その過程で銃弾を体に受け負傷した。加えて、主力軍がクストッツァの戦いで惨敗を喫したとの報告が届き、オーストリア軍のフランツクーン将軍はこれを機会とみて、イタリア側の町、ベッツェッカを占領する反撃に転じた。 ガリバルディは負傷をして前線に立ち、奪われた街を取り戻すための戦いを始めた。イタリア砲兵隊による支援砲撃を受けながら、ガリバルディと息子のメノッティ、リッチョティを戦闘に、アルプス両兵軍が不評突撃を開始、激戦の末にオーストリア軍を敗走させて、別ッ,ッカを奪還した。ガリバルディは直ちに追撃行動に移ったが、 オーストリア軍の要塞を攻略していた、最中の8月9日に、本国からオーストリアと講和したとの連絡が届いた。ラマルモラ元帥はガリバルディに撤収を命令し、ガリバルディは憤慨する、既有兵たちを沈めて、従うとのみ伝文を返した。ありがとうございます。